ジグモは、節足動物モンクモツナクモモク、ジグモカジグモ族に属する、地上性のクモである。地下に穴を掘って、袋状の巣を作る。日本各地で、人家の庭先にも普通に生息している。近縁のトタテグモ類と同様地下に穴を掘って、住んでいるが、地上部が目立ちやすいためか、本種は一般にも、比較的よく知られている。トタテグモ科と同じトタテグモ科目に属するため、 形態的にはそれらとやや似る。日本のこのタグでは大型で、メスは体長が 20mm に達する。東京部は小中線の隆気が弱く扁平である。また、フレシはやや小型化しており、ふわしとの区別が明瞭である。ふわしは太いが、トタテグモかほど太くはなく、その色彩は東京部と同じで暗気褐色化しない。腹部は無紋。ハサミ角が非常に大きく発達し、 ほとんど東京部と同じくらいの長さがある。ただし、忘れな雲のように途中が大きく盛り上がることはなく、すんなりと伸びる。フレッシュは小さく、4体の不足は中程度。全身は黒か主色で模様はない。腹部は楕円型で柔らかい。なお、オスは基本的な特徴は同じだが、腹部が小さく不足が細長いため、かなり異なった印象を与える。 日陰になるビルの壁は、絶好の映像場所ジグモの巣は、糸でできた細長い袋である。壁際、木の根元などの地面に10センチメートルばかりの縦穴を掘り、その中を糸で裏打ちして、糸でできた膜の円筒を作り、それをそのまま地上部に延長して、先細りの袋として、そばの壁や木の幹に沿って伸ばし、先端を底に付着させる。外から見ると、 地面から柔らかい紐か何かが伸びているように見える。その表面は土やゴミ、苔などがついて、目につきにくくなっている。この地上部分をつまんでそっと引っ張ると、地下部分を引き抜くことができるので、中に住んでいる雲を捕まえることができる。この袋の地上に出た部分は、補充装置としての性格を持っている。餌は、小型カブトムシ、ダンゴムシ、ワラジムシといった、 地表性の小動物などで、これらがこの袋の表面を歩いた時に、ジグモは袋越しに長大な、ハサミ角で噛みつき、袋を破れるままに、巣内に引きずり込む。食べかすは、袋の先端から捨てられる。このクモは、比較的飢餓には強いことが知られている。卵は、ふわふわの糸で包まれた卵老として、巣の中に産み付けられる。孵化した幼虫は、巣の先端から生い出し、 そのまま近くの草や低木に登ってバルーニングする。孵化から生成塾までに3から4年を要する。幼体は脱皮を繰り返して成長し、およそ7例で生体となる。生体の寿命は、オスの場合1年足らずであるが、メスは生成塾後も脱皮を行い数年生き続ける。日本では、本州、四国、九州に普通で、北海道にも稀れながら分布する。 台湾と中国からも記録があるものの、自然分布であるかどうかは不明。ハサミ角が長大なため、ハサミ角を腹部の方に曲げてやると自身の腹を切り裂いてしまうことから、かつては子供が腹切り雲、侍雲などと呼んで遊んでいた。だがこのハサミ角の力は強力で、まだ皮膚の薄い子供がジグモを素手で遊んでいたりすると逆襲されて噛みつかれ、非常に痛い。 本種の俗名、a t ティペスは、日本蜘蛛学会の会誌の名にも用いられている。お野、P85。ありがとうございます。